変です。リーヌ兄がどこにもいません。え、どっか隙間に挟まって寝てるとかちゃうん？探したけどいないんです。しかもこんな置き手紙が。やりたいことを見つけました。探さないでください。どうしたんやろ。変なことに巻き込まれてないか心配やし、探しに行こうや。うん、こうなると思って超有名な探偵さんたちに来てもらってるよ。さすが生人、展開に理解のある素早い手配ですね。ちょっとめたいのやめへん。さあ、ネストの名探偵さんたち、どうぞ。どうぞって言われても、まあいっか。僕はスワローテイルの探偵エミ・マドカ。あのストプリからの依頼って聞いて驚いたけど、メンバーの失踪とは思ったより深刻みたいだ。正式な依頼だし、ちゃんと見つけてあげるから安心して。意外だなエミ・マドカ、お前でも知っていたのか。まあね。あ、さては僕のこと世間知らずだと思ってただろう。失礼だな君。突っかかるな。タイはね。さて、ホークアイズの探偵のシバジンだ。早速捜査に取り掛かる。ちょーっと待った。この難事件、僕が超絶推理で解決してみせる。コロンが推理とかできる気せえへんけど。僕もかっこよく推理したい。あと捕まえた賞金でいっぱいバナナ買いたい。兄ちゃんに懸賞金かかってねえだろ。てか、かかってたとして売るなよ。何この人、邪魔する気？違うんです探偵さん、コロニーはこう見えてリーヌ兄のことをちゃんと心配してるんです。探偵かっけえ、難事件解決とか言ってみて。欲が少し出ちゃっただけで。出さないでよそんな欲。コロちゃん、あんまり迷惑かけたらダメだよ。うわあ、僕が最初にお兄ちゃん見つけるんだ。言っちゃった。やれやれ、想像しいやつだ。っていうか、勝手に動かれると面倒だからやめてほしいんだけど。お兄ちゃんどこ。呼んで出てくるならあんな手紙置いてないと思うよ。そうですよコロニー、探偵らしくするならもっと証拠とか集めないと。確かに。じゃあ足跡さーがさー。そうだな、現場には大抵何らかの痕跡がある。悪くない判断だ。本当にやった。だがこれは。兄ちゃん、足元ばっかり見てても意味ないと思う。じゃあどこ見ればいいの。チョノビール自撮り棒。めちゃくちゃ高いところから探せばいろんなものが見えてくると思うねん。なるほど、これなら絶対に見つかるはず。これ高すぎて携帯の画面見えなくね。ほんとだ。何がしたいんだよ一体。この辺り一体探したけど見つからなかったね。兄ちゃんまだ家帰ってきてへんよな。お、これは。あ、探偵さん何か見つけたの。なるほどね。これが答えというわけか。バナー。そんなどこにもリーヌ兄の痕跡はなかったですよ。そうだ、外には何の痕跡もなかった。じゃあ一体どうやって。どうもこうもない、俺は外には痕跡はなかったと言った。つまり、うん、もうコロニーにも理解できるように分かりやすく言ってください。ほら、僕でも分かるように説明しろ。俺たちはいなくなったリーヌの痕跡を探していた。全員で必死にな。それでも外に痕跡は発見できなかった。シバジンの千里眼で見つからなかったんだから、それはないってことなんだよ。じゃあリーヌ君はどこに行ったっていうの。この家に入った時、僕たちはあることに気がついた。あ、まさか家出したはずのリーヌ兄ちゃんがこの家におるとか。そういうこと。この家の中、さっきと比べると少しだけ物が移動しているんだ。おかしいだろ、僕らは全員外で痕跡探しをやっていたんだから。そんなことまでわかるんだ。僕の記憶に間違いはないよ。じゃあこの家の一体どこに。中にいるとわかれば見つけるのは簡単だ。あの部屋に誰かが入った形跡がある。あそこはリーヌ君の部屋。お兄ちゃん入るよ。誰もいないじゃん。何が名探偵だ。いや、この部屋にいる、間違いない。そうみたいだね。ねえ、そこの黄色い髪の人、さっきの自撮り棒で天井を刺してみてくれる。リーヌに上にいるんですか。でもいたとしてもこんな物騒なものでつけないですよ。上にいる人が君のプリンを勝手に食べていたとしても。おらおらおら。死んじゃう、助けて。あ、今声したね。おい兄ちゃん、いるなら出てきてくれよ。仕方ないなぁ。リーヌ君、ずっと家にいたんだね。なんで家出なんかしたの。あれ、家出はしてないんだっけ。どうしてずっと家にいたの。兄ちゃん落ち着いて、合ってるけど変な感じになってる。みんな、俺はあることに気づいてしまったから天井に隠れていたのさ。何事にも変えられない。俺が俺であるために必要なこと、そのためには人目に触れず天井裏にいる必要があったんだ。一体何が。それはね、ごくり天井裏って寝心地いいなーって。え？
暗くてついうとうとしちゃうんだよね。お腹減ってプリンとかは食べに降りてたけど、あとはここでお昼寝してた。いや全然何言うてるかわからん。もう心配したんだよ。なるほど、寝心地は大事だからね。僕は君の気持ちすごくよくわかる。おお、わかってくれるんですね。わかるよ、できるならずっと寝ていたいよね。ま、僕の場合口うるさい仲間がいるからすぐに起こされちゃうんだけど。でも俺もみんなに起こされないままだったら寂しかったかも。だったら全員で一緒に寝ればいい。あんたたちは仲間なんだろう。なら誰も文句は言わないはずだ。うん、探偵さんたちどうもありがとうございました。これで事件は解決だね。さあ帰って寝よう。探偵さん、やっぱ名探偵ってすげーって思いました。もし家宝のバナナがなくなったりしたらぜひよろしくお願いします。家宝のバナナってなんやねん。あ、困ったことがあればホークアイズの事務所に来るといい。もっともあんたたちだって十分すごいと思うな。そうだね、明るく楽しくみんなを笑顔にする君たちの活動は立派なものだと僕も思うよ。じゃあさようなら。縁があったらまたどこかでね。え、もう帰っちゃうんですか。え、せやで、俺らもう友達やんな。え、よし、そうとなればせーので一緒に。なんだ、え、なに、どういうこと。それじゃあ行くよ、せーの、おつぷりおつぷり。